種この数は国際自然保護連合が発表している地球上の哺乳動物の数ですでは皆さんこの中で家畜と呼ばれる哺乳動物の数がどれくらいかお分かりですか、えー、半分ぐらいの2500かな、えー、もっと少なくて200ぐらいかなと正解はさらに少なくて28種ほどだと 言われています試しに頭の中で思い浮かべてください牛馬羊犬10、うん、を過ぎる辺りでおそらく難しくなってくるはずですね一方で皆さんの身近な例として犬を挙げてみたいと思いますオオカミが人間と共に長い間暮らした結果手のひらに乗るチワワから9 0キロぐらいですね セントバーナードという大きな犬までさまざまな品種と呼ばれる犬がいます今回の「夢ナビトーク」ではこの牛茶色い愛くるしい牛なんですけども赤毛和種高知系という高知県独自の和牛ですこの牛は脂と赤みが絶妙な非常においしい牛肉だと評判ですですが一方で その生産者の数そして使用頭数がどん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 減少しており2014年には1600頭を切るまでに至りました高知大学ではこの土佐若牛を約80頭飼っておりこの牛の絶滅を防ぐために国や県企業そして海外の研究機関とさまざまな研究を行っています例えばユズ を使った高付加価値化であったりとか、災害や病気に強い遺伝資源の保存といったものを開発するようなさまざまな分野にまたがる研究です。このような取り組みを私はひとまとめにして家畜保全学という名前を提唱しております。この土佐赤牛だけでなく世界に目を向けると貴重な家畜が 絶滅もしくはどどどどんどんんどん数がが減っててその多様性が失われていますこのような動物たちを守りそして新しいことに挑戦していきたいと思う未来の科学者たちが増えてくれるともっとこの動物たちと調和がとれた世界になるのではないでしょうか。